来た。お。今回使用しているロットなんですが、押し味が LJ です。まあ、最大の特徴はですね、やっぱりスパイラル X コアが入っていることにより、非常にねこの細身のブランクスでありながら粘り強さ柔らかさっていうのが非常に出てると思います。特に近海でも遠征でもねそうなんですけど、やっぱ食いの渋いね、特にブリ、あの小型ジグを駆使して、こう連続ジャーク、あのコンビネーションジャークですね、いろんなジャークのパターンがあると思うんですけど、そのジャークをやるのにこの粘り強さっていうのが非常に、手首の負担なんかもかなり楽になると思います。それとやっぱり大きな魚かっていうね、この突っ込んだ時にもやっぱりこの復元力、細身なんだけどかなりそのね粘り強さが出てるんで、非常に魚を浮かせるのも楽になると思います。まあライトジギングから、まあそうですね、まあテクニカルなねこういうまあタチウオだったりブリだったりっていう、いろんなさまざまな釣りに使えるんで、非常におすすめのロットになってると思います。お、来た。来た。おっしゃ、150g のジグでボールスピード8で、少しね早めに沈めて、ワンピッチのねショートジャークで、当たりを取りました。やりました、綺麗ですね。押し味が LJHP のロッドです。僕は基本的にこう巻きで釣るピッチの細かい釣りを展開するんですけど、ロッドの特徴はですね、フルワンピース、スパイラル X コアを搭載してますから、すごく粘りがある竿ですね。まあ印象的に言うとね、竿先から、竿尻までパシッとねこう体幹が、人間でいう体幹があるようなロッドです。それに、しなやかな筋肉をまとってるような、そういった印象のロッドになってます。で、まあ、使い方としては、ハーフピッチとかハイピッチジャーク、そういう、マニュアルの操作感を楽しめるロッドになっていると思います。お、あー外れましたね。今フォール、あなんかついてますかね。あ、ついてますね。お、乗りました。ホール7で、よいしょ。ホールのスピードを少し弱めにして落とそうかなと思って、8から7ぐらいに、落とした時にね、コンとこう、まあふわっと竿先が軽くなるようなホール特有の当たりが出て、食いましたね。ホールで食わせることに成功しました。